い奴らだぜ。バット、ゲンと打ち合う場所まであとちょっとよ。ガキども、逃げ切れると思ってんのか。とっ捕まえて売り飛ばしてやるぜ。もうちょっとでケンに。もう逃げられんぞ。ケン、ちくしょう、これまでか。さて、え、なんだ急に暗く。子供相手に感心せぬな。え、なんだのやろ。うえ、何しやがる。何のね。すげえ。化け物だ。逃げろ。それにしてもおっさん、すげえ強いじゃねえか。伊達にでかいってわけじゃねえんだな、バットったら。いいんだよ、素直ないい子だ。ねえ、ケンに会って言ってよ。おじさん、命の恩人なんだもん。ケンってやつもやったら強いんだぜ。ほら、あの辺りで落ち合うんだ。その男は野盗に襲われているところを助けてもらったの。そうか、礼を言う。私の名は山の不動。あなたを探しておりました、ケンシロウさん。なんだって。俺を。我が主、なんと六聖剣最後の将があなたをお待ちです。何、なんと最後の将。我が将、永遠の光のために。その永遠の光のため、我ら五社星は剣王打倒に動いております。五社星、すでに火と風は羅王軍勢の前に散りました。雲も羅王のもとに向かっております。残るは我が山の軍団と海のみ。最後の将とは。それは、なんと、すでに剣王の部隊が動き始めている。話は後です。貴様ら、ここから先へは行かせぬ。剣王配下、長槍騎兵の死の特攻を受けるがいい。やめておけ。そんなもので俺を倒すことはできん。
不動よ、これ以上五社の男を使う必要はない。俺がラオウを倒せばそれでいい。お待ちください。我らが将に会うのはあなたの宿命。何？なんと最後の将に会った時こそあなたは最強の男になるでしょう。どういうことだ、最後の将と。ケンシロウさん、ここは私に任せて、あなたは我が将のもとへ。なぜこれほどの犠牲を払ってまで俺を最後の将に会わせようとする。あなたに会えばあのお方の悲しみに沈んだ顔に微笑みが戻りましょう。そしてあなたの宿命の旅もそこで終止符が打たれるかもしれません。何？さあ早く、リンとバットはこの私が命に変えてもお守りいたします。ケン、言ってあげて。きっと深いわけにあるのよ。私たちは大丈夫だから。わかった、頼んだぞ不動。星が、五社星がまたラオウのもとに。だが、果たしてこれ以上の血を流してよいものか。気弱になりなさるな。あなた様はこの乱世になくてはならない星。そのためにケンシロウが必要なのです。五社の男たちも喜んでその血をかけましょう。五社の星よ。ジロー、父さんが必ず助けてやるからな。山の不動、それが貴様の最大の弱点だ。いかに一騎当選の力を持っていようとも、
情によってその力を失う。すまぬ少女、俺はこれまでかもしれぬ。不動ケンシロウさん、なぜ戻りなさった？あの男がケンシロウか。あなたは自分の未来を、我が将の未来を放棄なさる気か？人の血と涙で己の未来を掴もうとは思わぬ。しかし俺に死はない。将と会うのが宿命ならば必ず会えるだろう。ケンシロウさん、今引き上げてやる。バカな男だ。わざわざ戻ってくるとは。不動者ともここで死ぬがいい。貴様とのんびり話をしている暇はない。さっさとかかってこい。ほざいたな、剣王配下最強の我が剣、受けてみろ。少し頭を冷やすがいい。助けろ。うわうわ。こうして心を失ってまでこの世に何を望む？ケンシロウさん、この人は我々の想像よりはるかに強く、そして温かい。不動よ、最後の将の正体教えてくれぬか。はい、ならば申し上げましょう。今日まで我が将の正体を隠していたのは、剣王の耳に入るのを防ぐため。ラオウ、正体を知れば狂気して奪いに走りましょう。我が将は女性にございます。女？さよう。南東政権最後の将はあなたが愛したユリア様でございます。ユリア？ユリアが生きていた。流行る気持ちに任せ、ケンシロウは居城を目指す。しかし時を同じくして、ラオウもまた将の正体を知る。ジボの星ユリアを求め、